92分を回っています。ファーサイド一番遠いところガブリエル折り返してヘディングシュート鎌田キャプテンマークをつけた鎌田92分を過ぎたところで柏レイソル大きな1点をセットプレーから入れました。岡山さん、はい、一番遠いところは折り返しそうですね。ここの折り返しがガブリエルですよね、はい、それをキャプテンマーク巻いた鎌田がクリスティアーノのキックもやっぱり大きく曲がってるんでディフェンス対応しづらかったですね。でガブリエルのこの折り返し柔らかい折り返しですね。そうですね、これは本当に柏にとっては今年を